はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。D のんちザワ e ズです。はい、今回は映画、えー、グッバイクルーエルワールドについて話していきたいと思います。はい、新年2日目、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今回は映画、グッバイクルーエルワールド。 西島秀俊さんが主演ということでえこのなんかデザインとかねうんすごい惹かれる映画だったんですがなんて言うんだろうねこれ和洋折衷というかなんかデザインとかパンフレットというかそのポスターかの雰囲気とはロゴとかね そういうのの雰囲気となんかちょっと違うかなと自分が想像してたよりもなんだろうヤクザ映画に近いかなっていう感じでしたね見終わったらでも途中途中のね音楽はねすごい良かったうん、まあ、とにかく音楽はねめちゃくちゃ私好みの映画でした うんまあ、ただ内容はねもうねもう何て言うんだろうもう血は出るわ打たれるわ打つわ殴るわというなんかそういう感じなんで私的には今今のタイミングでそんなに欲してないー物語だ。 だったのだけれども、うん、なんだろうな、うん、その音楽と、うん、なんか雰囲気が良かったかな、うんまあ、出てる人たちはすごいですよね、うん、その何で見たかっていうとあの宮川大輔さんあのお笑いの芸人さんの、うん、が出てたんで。 もしかしかたらちょっと面白いかなと思って見たわけですよ。うん、そしたら結構なこうヤクザ的なやつでしたね。うん、あとは斎藤工さん。で、えー、怖い役で鶴見慎吾さん。ね、そして奥田瑛二さんも怖い感じヤクザって感じね。うん、であとは斎藤工さんがちょっと行かれた。 うん、どうしてあんなにいかれてるのかがちょっと背景が見えない感じそして女性はゆ唯一というかね玉城ティナさんがその女性のところになってたかなという感じでしたねうんまあすごいもうドンパチなんでねうんまあそういうのが バイオレンスな感じが好きな人がいいのかなうん。まあでもね、結末はね、そんなに悪くないって感じかな。うんまああと、大森直さんねうん。まあ出てる人は本当に豪華なんですけどね。う どういう意味でこれを撮りたかったんだうん。まあなんか行き場所のない人たちがこの世界にはいるっていう感じだったのかなはい、そんな感じで <laughs>、えー、新年最初に見たネットフリックスで見た映画はこれでした。<laughs> はい、私 D のチザワイザー今週、今週っていうのかうん。 いつかにライブがありますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。えー、昨日、えー、新年ね、神社すごい人だね、どこ行っても。よく並ぶなっていうぐらい。ね、すごいですわ。私あの、お焚き上げって言うんですか。ね、札をこう、なんて言うんだろうね。うん、お焚き上げしてもらうために行きましたけど。 いやーすごい。うん、みんなこの日本すごいですよね、うん。無宗教じゃない感じですよね、これね、うん。こんなにすごい並んで、すごい欲深く見えますね。うん、挨拶というよりね。うん、まあでもねい、いいことだと思います。はい、そんな感じで。えー 今年もよろしくお願いします、えー。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。バイバイ。